日本のその他の危険の標識簡単布とは約ものの一つで、と書き表される。視覚的な表現として注意喚起などのため危険であることを表現するために用いられることもある。甘だれ、または俗にびっくりマークとも呼ばれる。また英語表記に由来した故障、エクスクラメーションマークと呼ばれることもある。英語ではエクスクラメーションポイントともいい、俗にバニア、 スクリーマーなどとも呼ばれる。簡単符は1400年頃の印刷物に初めて出現するが、その起源は明らかでない。一説にラテン語で喜びを表す、関東詩、伊予の二字を縦に重ねた合字であるとされる。一般には、簡単文や注意すべき点に関する命令など、読む、相手の注意を集める目的で使用され、普段よりも重要な文章。 大きな声で発音されることが好ましい文の最後に終止符に変えておかれる。このため簡単符は終止符の役割を代替して文の終わりも示すことがある。ただし文の途中であっても強調を表したい単語の直後に置かれることもある。俗に強調の度合いを増して表したい場合は、と重ねて書くことがある。また、のように疑問符を右に書いた。 簡単譜疑問符やのように簡単譜を右につけた疑問符簡単譜もある。なお、この用途には、と、を重ねたという記号もある。漫画における簡単譜は文を強調する意味合いが強く、強調をさらに強めたいものには二つ、異常横に並べてつけるという独特な表現が一般的に使用される。そこから派生して、ライトノベルや SNS への書き込み等でも使われることがある。 英語、フランス語、編集英語では、簡単文の最後には必ず簡単符を置く。フランス語では簡単譜の前に一文字文の空白を開けるのが正式な処方である。ドイツ語、編集ドイツ語では、簡単文のほか、命令文でも最後に簡単符を置く。スペイン語、編集スペイン語では、簡単譜で終わる文の最初に逆簡単譜を置く。疑問文においても、同様に逆疑問符が使われる。 日本語、編集簡単譜は、元来の日本語の聖書法にはない。俗に、協調文の最後に置かれる、全角では、と表現される、現代における、日本語の書法では、疑問符。簡単譜は、基本的に文章の終士を表すため、その後ろに、句点は用いない。JISX4051 では、日本語中の簡単譜は、全角幅とし、 直後に初め括弧類がある場合は後ろに半角幅の間隔。直後に終点類がある場合は後ろに4分幅の空白を開け、それ以外の文字が直後にある場合は間隔を開けない規定がある。また、行頭禁足文字であり開業時に行頭に来てはならない。また、小説、脚本、漫画などにある会話文で前に書かれている事項について言葉にならないが、 驚いている様子を表現するために、または、のように表記する場合もある。そこから、個人の日記や、親しいものとの間で、方言をはじめとする話し言葉によって記述する、場合により多用されるようになっていき、電子メールやインターネットの普及によって、話し言葉で記される場合で用いられないことが、ないほどにまで普及した、指定吸着音、編集、 コイさ語や IPA で死刑吸着音を表す文字として使われる。ユニコードでは文字としての2は苦闘点とは別のコードポイント U プラス0 h c 3が用意されていてパースが容易にできるようになっている。もし苦闘点のを使うとを含む単語をパースするのは難しくなるからである。愛の変形、編集商品名などで愛の変形としてが使われることがある。 例えば、歌手、P、NK など、ごく稀に地名に使用される場合もある、会場を表す。03イコール3に1イコール6簡単符を2つ並べた、ものは二重会場と呼ばれる。これは、を表す。さらに、2つ飛ばしの席である、三重会場、N、または N、N3、3つ飛ばしの良い会場、N、または、N4 などを総称して、多重会場という、また、 簡単表 N の右肩に置いたものを指数解状と呼び、以下の式で定義する。N、イコール N、321GHS の低い、急性毒性などを示す表彰、ハザードシンボルも参照。ありがとうございます。